はい、ハッピードベちゃん TV のすごいお腹のおっさんです。毎回毎回ハッピードベちゃん TV、 ハッピードベちゃん TV をご視聴ご視聴ご視聴ありがとうございます、ありがとうございます。今回はマグロの旅に三浦半島に来ました。そしてここ三浦漁港です。そして今回お昼のランチに食べるのは千味楽さんです。はい、ここでマグロ丼を食べたいと思います。ここはね、ちゃんとおばちゃんに撮影許可をいただきました。そしたらじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ撮影してくださいということなので、遠慮なくすごいお腹のおっさんが食べるシーンを撮影させていただきました。そしてなんと本日食べるこのマグロ丼、一番上に書いてある1900円です。これを永遠の二十歳と言い張る妻と二人でいただきます。それではマグロ丼を食べるだけの映像ですけど、皆様ご覧くださいませ。見た感じちょっと足らないかななんて思いますけど、それはこの後どういう展開が待ってるかお楽しみにしてください。すごい中野さん、大トロ実は嫌いです、赤身大好きです。なのでワク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 たらやましております。それではいただきます。
抽選会を開催しております。マグロ加工を持って岩屋さん館へお越しください。ガラコンは午後4時までとなっております。引き続きお知らせ申し上げます。うちはね、全部製造販売ですのでね、よろしくお願いいたします。じゃあ、皆さん、よろしくお願いします。はい、みんなね、はい、角煮がね、すごい、うちなんかね、もう角煮って、このね、さつまいもがそうなんです。今ね、うちは全部ね、製造販売なんですよ。さつまいもの、奥さん、ちょっとさつまいもですか？お寺がないんだ、こっちから、お寺がない。今ね、なんかこのさつまいも取ってこれがそうなの。これね、全部ね、マグロで作ってるからね、美味しい。マグロとね、野菜だけ、うん、美味しいですよ。これね、1枚2枚からもあるしね、ちょっとね、パンに挟んで食べてもいいし、ね、美味しそう。これじゃあこれも買っていこうかな、うん、これね、5枚で650円で、うん、じゃあ3枚から3枚でいい？はい、ありがとうございます。しばらく映像をお楽しみください。マグロコロッケ買いました。安かったです。120円でしたね。これあったかいです。でもう一個がこれですね。マグロマンっていうの、トロマンっていうんですか。はい、これが250円ですね。